は着物は皆薄暗いお店の隅で財布を握りしめては考える、安いものはないかと。大勤めを終えたから家でゆっくりしようと思ったら、詐欺の電話ばかりかかってきて家にはいられない。買い物に行こうと車に乗って出かけてみたが、追い越しされて睨みつけられ怖くて走れない。たどり着いて買い物をしようと思ったら、値段を見てはびっくりした。高くて手が出ない。弱いものは皆薄暗いお店の隅で、宝くじを握りしめては祈ってる。聞いてあげると今日ひどい目に遭いますよ。でこの歌ね、今年の春作ったんですね。どうも女房が言われまして、もう歌が古いと言われたんですよ。もうね、詐欺の電話じゃないって、強盗団がバール持つ押し入ってくるから歌作り変えなあかんと言われました。すいません。まあそんなような時代です。やっぱお祈りですね。最後はもう弱い者にとってお祈り、お祈り、マントラを唱えるということでね、マントラの歌を歌います。ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナクリシュナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラマラーマ、ハレハレ。ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナクリシュナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラーマラーマ、ハレハレ。ハレクリシュナマントラっていうね、ヒンドゥー教のお経の歌ですよね。日本でマントラっていうとね、あの南無阿弥陀仏はマントラですね。ナームっていう、帰依します、信仰しますがナーム、阿弥陀仏の阿弥陀、永遠のという阿弥陀に仏様で、南無阿弥陀仏を、南無阿弥陀仏、これマントラですね。皆さんもいざとなれば唱えてね、あの世に行っていただくということになりますけども、次はこういう弾き語りがね、もういなくなりまして、あの弾き語りたちを送る歌。やつを埋めるにゃ金はなし、お役人が死体を横目で睨む。花をつまんで出した金、thank you.
語りたちを送るだけですか、はい、ありがとうございました、次は、次はですね、これも去年の春に作った歌なんですけども、買い物に行ったらね、100円の大根が200円になってたってよく報告してくれましてね、100円の卵が300円になってるということで報告してくれました。その時に作った歌です。カラスにバカにされている毎日で、まだまだ時間あります、ね、じゃあ次はビートたけしさんの作詞作曲でね、この人才能がすごいあるんですよね。映画監督するわ、絵は描くわね、文章を書けるし、脚本を書けるしね、歌も作る、詩もできるんですけどね、晩年がねちょっとおかしくなってしまってね、残念ですけども、間違えました、すいません。お前と会った中店の煮込みしかないクジラ屋で、夢を語った中杯の泡に弾けた約束は、明かりの消えた浅草のこたつ一つのアパートで、同じ形の背広パーツ、同じ形の蝶帯作り、同じ靴まで買う金はなく、いつも笑いのいつか売れると信じてた客が二人の演芸場で、
このライブやるときに最初に作った歌ですね。軽いソング1。タグイではクリスマスツリーは飾ってないけど、心の中で飾ってるんだよ。準備をスタンバイお願いします。